リドルジョーカー。はい、わかりました。サトルくん、そういう余計なことは言わなくていいから。それが余計なの。昨日から会う人会う人に恥ずかしいことばっかり言って、もう。だからそういうところが。サトルくんのせいで笑われちゃったじゃない、バカ。ごめんって、バカにしてるわけじゃないよ。教室と違ってすごく楽しそうだった。私先に行く。あ、待って待って。それじゃあ先輩。